八代あかねです。今日ご紹介するのはこちら、じゃーん、リアルリトルズロッカー、イエーイ。こちらは本物そっくりのものたちをミニチュアにしたっていうシリーズ、リアルリトルズのロッカーパックになっております。こんな感じでね、まるで本物のロッカーみたいなロッカーですね。ドールサイズにちっちゃくなって入ってるよっていう感じになっております。で、いろいろアクセサリーが入ってるみたいで、なんかシャンデリアとかも入ってるみたいですね。で、おまけでバッグがついてくるんですけれども、この中にもステーショナリーがいっぱい入っているみたいです。こんな感じでカバンの中にはペンとかステッカーとかが入っているのかな。ロッカーの背景とかカーペットとかシャンデリアですね。15個もサプライズ入ってるみたいですね。では早速開けていきましょう。箱の中身はこんな感じです。まず入っていたのがこちらがステッカーですね。ロッカーの内装を変えるために貼るステッカーみたいです。すごいおしゃれなロッカーで、これがユニコーンバッグですね。カラビナもちゃんとついてるんで、ちっちゃなものを入れるポーチとしてはすごい使い勝手が良さそうなサイズになってます。ユニコーンの角が生えてますね。で、こちらがロッカーです。まあ、ロッカーは完全にプラスチックのおもちゃって感じのロッカーですね。まあ、ただデザインはこれもう本当にアメリカとかの中学高校とかで使われてる生徒が一人一台もらえるロッカーと全く同じデザインですね。そしてこの鍵もそうです。この鍵もまさにロッカーに使うための鍵の形そのまんまですね。ダイヤル式の、ちゃんとこれダイヤル回ります。で、これちゃんと閉まるようになってるのかな。あ、閉まりますね。これ特に番号とかじゃなくて、右に回すと解錠して左に回すと閉まるっていう感じみたいです。よし、じゃあ開けます。いきます、せーの、じゃん。おー、中入ってる。いっぱい入ってますね。そして結構広いです。これはドール用の小物とか入れるのにすごく良さそうな大きさ。手のひらよりちょっと大きいかなぐらいの幅がありますね。いいな。じゃあこれも開けていきましょう。じゃーん。盛りだくさんですね。結構こまごましてる。フック。あ、両面テープがついてくれてますね。フックと、これは多分ドアの内側にかける小物入れですね。そしてシャンデリア。もちろんね、私の時代ではロッカーにシャンデリアなんてついてませんでした。こういうロッカーにつけれるシャンデリアとか売ってるのかもしれないですね。今の子たちのところには。いいなぁ。羨ましいですね。すごい。シャンデリアあるだけでなんか一気に部屋感が出ますね。で、フックがもう一個ついてました。これは何だろう？ステッカーですね。これ中くり抜けるので、フォトフレーム的なものかもしれないですね。こっちも中くり抜けます。これは鏡ですね。ここをペリペリっとめくると綺麗な鏡になっております。が、ちょっと映ると怖いので、こちらは後でこっそり剥がしたいと思います。で、ロッカーに貼るステッカーたちですね。かわいいユニコーンとかワンちゃんとか虹とか。これはセンスが問われますね。うまく貼れるかな。で、これは仕切りですね。こうか。こんな感じで。ここ、あともう一箇所あるので、多分好きな高さに変えられるよってことだと思います。ここか、こっちですね。難しいな。どっちにするか悩みますね、これは。とりあえず、上にしとこうかな。で、なんとふかふかなクッションみたいな敷物ですね。ヒョウ柄。かわいい。めちゃくちゃふわふわです。まあ、ちょっとね、切りっぱなしなところは気にはなりますが、かわいい。え、これ超インスタ映えするロッカーになりそう。もうこれだけで素敵じゃないですか。かわいすぎるな。ではですよ、このポーチ開けたいと思います。じゃん。お、いっぱい入ってる。ペン、まずペン。超かわいい。このサイズのペンすごい便利ですよね。場所も取らないし。めっちゃかわいいペンがついてます。あと、じゃん。ユニコーンのキーホルダーですね。かわいい。それから、じゃん。おー、すごいキラキラしているノートですね。自由帳みたいなノートでーす。かわいいし、結構ページあります。便利。あとは、紙のクッションでした。かなりね、まあ、街があるポーチなので、便利だと思う。すごい使える。こういう実用的なミニチュア大好きなんですよね。
ちなみにこのペンの書き心地は、あ、めっちゃいい、めっちゃ書ける、キュート。そしてほんのり青です。黒じゃなくて青色でした。しかもね、これ結構お安かったんですよ。こんなに、まあ、大物でこんだけいっぱい物入ってるんで、すごいするかなと思ったんですけど、商品自体は19ドルだったんですね。なので2000円ぐらいですね、日本円だと。まあそれに送料がかかっちゃうんですけど、でもすごいクオリティ高いし可愛いので、インスタ映え間違いなしって感じなので、めっちゃおすすめです。さあ、じゃあいろいろデコレーションをしていきましょう。ポーチはここの下に入れちゃおうかな。ポーチが入る幅ですよ、すごいな。じゃあこれ引っ掛けるだけっぽいので、この棚との相性を考えなきゃいけないみたいなので、一番上かな？そうですね。一番上につけると、ここでも大丈夫そうです。なので、あんま高さがあるものは入らないですね。ペン入る？ペンは入らないですね。難しいな。ここちょっと考えてほしかったですね。ペンが入るようにしてほしかった。それか、荒技としては、やっぱり下にして、バッグはもうこんな感じで入れちゃって、ノート。バッグ別に下じゃなくてここでいいか。かわいい。もうかわいくないですか？もうインスタ映え。これはどうやってつけるんだ？あ、これは穴があるので、もう場所決まってますね。ここだ。ロッカーに鏡つけるあるあるですね。いいですね。まあ、ちょっと現実世界だとこれ低すぎると思うんですけど。で、フックは、この側面とかにつけると、いろいろ引っ掛けることができるよっていう感じだと思います。どうしようかな。どこにくっつけちゃう。それか、こことか。いいな。そしてですね、私は今とんでもないミスを犯しておりました。この背景貼ってからこういう小物はつけないといけないですね。決まった。めちゃくちゃ先走ってしまった。レオパードでいきたいと思います。カーペットにね、合わせてビニールチックのステッカーですね。うわ、これは難しいな。はい、なんとか苦戦したけど貼れました。やっとこさ、次です。これは、この台かな？え、違う？いや、台ですね。これまた全部のサイズじゃないのか。え、違う？これどこだ？あ、違いました。危な。これバックウォールステッカーでした。ここに書いてありましたね。説明書とか読まないタイプの人間なので、やってしまいましたね。うわぁ、これも難しい。はい、まああんまり美しくないかもしれませんが、一応貼れました。結構大変でした。このステッカー結構丈夫なので、失敗しても優しく剥がせば何度でもやり直せました。さあ、じゃあ気を取り直して。ロッカーのデコレーションが完成しました。イエーイ！こんな感じでシールを貼ってみました。ここにね、フックをつけてみました。やっぱ可愛いですね。これ相当インスタ映えですね。すごい可愛いと思います。で、サイズなんですけど、一応分かりやすいように LOL の OMG ちゃん横に並べてみます。身長とほぼ同じか、若干ロッカーの方が高いぐらいですね。まあ、なので、本当に遊ぶにしても OMG ちゃんサイズぴったりって感じかな。ドール用のロッカーとしても使いやすい大きさかなと思います。めちゃくちゃ可愛い。よかったらチャンネル登録と評価の方よろしくお願いします。励みになります。それではまたお会いしましょう。 See you!